ははい今日は決まりの評価と見直しししを勉強しまましょう、ね、決まりって一回できてこの間決まりの意義を一生懸命勉強しましたが、えー、時代が変わったり、えーとまあ、環境が変わったら場合によっては見直さなければならないこともある。ね、さあここに示したのは日本国憲法の96条です、ねえー、ここを見るとですね 憲法っていろんな法律のもとになっている大事な決まりですけれどもこれも場合によっては変更してもいいつまり憲法にあらかじめ変更するための手順が決められているということが分かります後でまた憲法の学習で詳しくやりますけどねそれからスポーーツの世界もルールが時々変わってます私が若い時と比べて一番ルールが変わってるなと思うのはバレーボール非常に変わってますね。 それから、えー、と図に示したのはバスケットボールのコートですが20年ぐらい前は、えー、実は左側のようなあのバスケットのゴール下のラインがですね斜めのラインになって台形みたいな形をしていたんですが現在は長方形に直されています。これもですね、えー、学校に私はそのの時勤めててまししたがが体育館のラインを全部剥がして、えー、と、えー 右側のように全部書き直すきっとお金も時間も相当かかってですね大変だったのにこれが行われたということでま,あ、決,まりを決まりを見直すこともよくあるということでスポーツは多いですよねさあ憲法の方はざっと見ていきましょうね、えー、憲法は簡単に、えー、と改正できないようになってますよ、えー、各議員の総議員ね、これはですね衆議院と参議院両方の 国会議議員員の総ですね,総議員ですね出席してる議員じゃなくて欠席してる人も含めて3分の2以上の賛成がないとまず憲法を改正しようという発議ができない、ね、そして最後は国民投票です。ね、国民がこれで国民が選挙して過半数が改正に賛成すれば大事な憲法も変更することが改正することができるということです。 ただ実際には今まで一度も改正されたことがないので憲法改正が必要と思っている人の中にはこの96条は少しハードルが高すぎるという考えの人もいるようです皆さんはどう思いますか簡単に変えられるようにするのもあれですけどあまり絶対変えられないようにするのも困るなね今度衆議院選挙があるけどもこの,あの実は多数決にも過半数以上の三分の二で 決まる多数決というのがあってそのためにみんなどの党も議員をたくさん増やそう議席を増やそうとしているということが分かります。さあ決まりの評価のポイントは、えー、教科書にもありますが5つです。目的を実現するための適切な手段になっているか、ね、こういう点でいい決まりかどうか2番誰にとっても同じ内容を意味するものになっているか。 まあ例えば前回やった合唱コンクールの練習なんかで例えば3年生が上級生だからとか言ってですねえとあの優遇してしまうと1年生にとってはえ構成を変えてしまうなんてこともあるのでいすねはい決まりを作る過程にみんなが参加しているかねそもそも民主的じゃないえとえ過程を踏んで作られた決まりはよくないっていうことですね。 はい、立場を変えても受け入れられるものにな。受け入れられるものになっているかね。はい、それからお金や物、土地、労力などが無駄なく使われているかとね。これ、前回の勉強を思い出した人も多いと思いますね。例えば、えっ、ー、と3番は手続きが公正だったかをえー、と評価のポイントにしています。ね、それから4番は？ 機会や結果の構成について書かれていますで、5番はもう分かりますよねえ効率について書かれているということですねえこうしてですね、え日々、えー、スポーツのルールや各国の法律や条約やね、場合によっては憲法までも、えー、と見直しをして改正されているということになりますね。 はい、地球上には多くの人が住んでいて、立場もみんな違います。人種が違ったり、住んでいる国が違ったりねしています。そのためにみんなが生きている共生社会を目指すためには、え、決まりもしっかり見直して、上の5つの観点を満たしているような決まりにすることが大切なんですね。はい、今まで学習してきたいろんなことは、え、この共生社会というものを目指してえ作られているのがえー、と分かったと思います。 ね、この間あったパラリンピックのが終わりましたがあの代表者の人が、ね、共生社会という言葉を使ってです、ね、自分の考えを述べていましたがまさにその通り、ね、り体の不自由の人や人種が違ったり年齢や性別が違ったりしてそういう人が一緒に生きていくのが大切なんだなと感じました。はい、今日の学習はこれまでです